愛知県から。あ、そして出ました。ミキティの映像も今入ったようです。お、来た来たぞ。ラポエムだ。あ、ゴエさん、ラポエムご存知？ラポエムですよ。これは素敵な曲です。ポエムってちょっと待って、漠然とした情報ですね。専門家いないぞ、一人も。ラポエムってイタリアローリアじゃないの？ラポエムとかチェーン店だよね。まあ、そんな店もありますけどもね。今度はミキティは大人っぽいですね。そう、ショコちゃん。何っぽい？大人っぽいです。大人っぽいね。この紫の衣装はショコちゃん、はい、女の子目線でどうですか？セクシーです。おー、やっぱり真央ちゃんと比べるとダイナミックさも加わって、ね、また違いますよね。はい、ミキティの世界ですね。ラポエムと合ってますね。ちょっとラポエム知ってるでしょ。怪しいな。あのラポエムの趣旨に合ってますね。元の歌の ね、合ってますね、どんな趣旨なんですか？わからない。すごい素人の集まりじゃねえか。高橋さん、ミキティの演技はご覧になっていかがですか？あのね、やっぱダイナミックっていうか、力があるんですよ、この人一個一個に。うん、だからまあ失敗する時もあるんだけど、恐れてない時のミキティはすごいですね。そうですね、うん、トリノでは若干ミスもあって悔しい思いしましたけれども、でも悔しさはバネにする人だから、そうですね。世界フィギュアでは金メダルも取りましたしね。こうやって我々やっぱり地元のヒロインである真央ちゃん、そしてミキティを見続けるので、彼女たちの女性としての成長も含めて、アイススケートの選手としての成長も含めて見守り続けられるっていうのはいいですね。彼女もアメリカ行ってすごくまた良くなってるんですよね。やっぱりちょっとトレーナーを変えたり、あの環境変えるとまたいいことがあるみたいですね。集中しやすいよね。考えてみて。転倒してしまいました。ご愛嬌です。ご愛嬌ですか？ご愛嬌ですか？ラポエムですから。いやいや、ラポエム知らないんでしょ。ラポエム、まあでも競技会と違って調整が違いますから、ジャンプのポイントがちょっと低い感じでやってましたからね、さっきからね。いや、このスタジオの中で唯一ジョージさんだけがアイススケートフィギュアを語れますね。ちょっとだけ語れましょう。あ、でもいい笑顔ですね。うん、全然全然気にしないで。安藤美姫選手のエキシビジョン演技がどうやら終わったようです。